に語られる恐怖の瞬間。中国中央テレビはラサでの暴動で今回新たに乳児を含む5人の死体が見つかったと発表。これで一般市民の死者は18人になったとしています。しかしチベット方面戦闘地付近で男性や警官に当たっていた集団警察官が